プルーイーットアイゴー、プルーイーットアイゴー、プライトイゴエは、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイスにあった住宅団地である。1951年にセントルイスのスラムを取り壊し、日系アメリカ人建築家、ミノルヤマサキにより改良住宅として設計され、1954年にオープン、1956年に完成した。しかし、団地自体が、 スラム化し犯罪の温床となるなど環境が著しく悪化、入居者が激減し、1972年に爆破解体された。同国の住宅計画史上最大の失敗であるとされている。またモダニズム建築の批判者から、同団地の爆破解体の日は、モダニズム建築の終焉のと位置づけられた。プルイット愛号は、第二次世界大戦後の住宅団地計画の 一つとして1951年に日系人建築家、ミノル山崎によって設計された。団地名は、第二次世界大戦で活躍したアフリカ系アメリカ人パイロット、ウェンデル・オー・プルーイット、ウェンデル・オー・プライットと、元会員議員のウィリアム・エル・アイ号、ウィリアム・ル・イゴエという2名のセントルイス出身者から取られた。当初、市はこの団地計画を、 黒人用のプルイッド白人用のアイゴーと二つに分けていた。しかし、こうした人種隔離は建設的でないと判断し、プルイッドアイゴーは一つの団地として建設されることになった。セントルイスの極貧地区で外カーと外カーのスラムを取り壊し、約23万メートルの敷地に11階建ての高層住宅33棟が建設された。 倉庫数は2870戸を数えた。完成には5年の歳月を要した。しかし、もともと周辺の環境が悪かった上、住環境を考慮しない設計から、完成から数年も経たないうちに後輩が始まった。団地の多くは空き家のままで、住民の多くは低所得者層であった。数々の再生計画も失敗に終わり、1972年3月16日、 ついに、セントルイス住宅局は団地を解体することになった。プルーイット愛号は、都市計画の失敗例として挙げられることが多い。しかしプルーイット愛号の失敗の要因は多岐にわたっており複雑である。その一つには、予算縮小による要因が挙げられる。例えば、当初の計画にあった庭園や児童遊園といった、 各種公園は費用を抑えるために建設が見送りとなった。また、エレベーターに採用されたスキップストップ、スキップストップと呼ばれる停止外システムは不便さを増長する結果になった。これは1階、4階、7階、10階の各階にのみ、エレベーターを停止させ、上下の木座端には階段を使わせるというものである。こうした、ローコストを追求し、 住みやすさを考慮しなかった設計は、団地のスラム化と犯罪の増加を招き、プルイット愛号の失敗の最大の要因とされている。しかし、設計以外の要因もあった。1950年代以降、産業と人口の公害流出によってセントルイスは、長落の一途をたどっていた。そこに、ベトナム戦争によるアメリカ経済の疲弊が追い打ちをかけた。こうした、 状況下においてニューヨークで成功した住宅計画をそのままこの時代のセントルイスに持ち込もうとしたとも失敗の要因であったとされている。1970年代以降、深刻化したアメリカの都市型犯罪が研究されていく過程で犯罪を抑止するためには犯罪の原因を取り除くよりも事前に犯罪の機会を取り除くことが効果的である考え基づく、 環境犯罪学が生まれた。こうした視点で、プルーイットゴ号の設計を振り返ると、オープンスペースと住居スペースの境界が明確化されておらず、第三者が立ち入りやすい構造であること、また、資格の多い共用スペースや、外廊化の存在など、犯罪を助長させかねない構造が多数存在していたことが浮き彫りにされた。住宅としては、失敗事例として、なお残すこととなった。 プルーイット愛号だが、そこで得られた教訓は、環境犯罪学などを進歩させるとともに、後年の建築設計者に重要な指針を与えることとなった。団地解体後、跡地の南半分は、ゲートウェイ小学校、ゲートウェイ中学校、プルーイット郡中等学校、2007年閉校、現、特別認可学校、キップインスパイアアカデミー校舎の各学校用地転用された。 北半分は、プルウィット愛号変電所が置かれているほか、変電所周囲の未利用地はカシアヒッコリーを中心とした森となり、フランシス・フォード・コッポーラ監督が、生に関わった映画、小屋にスカツイ、小屋ネスコツイ、ゴドフリー・レッジオ監督の撮影にも使われた。また、団地の環境に影響を与えた周辺のスラムも、解体整理され、低密度の一戸建て住宅地に再開発されている。 山崎は後に世界貿易センタービルの設計で知られることになる。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件の際に同ビルが崩落したことに関し、ここでも山崎の設計が問われた。しかし、設計当時とテロ当時とでは航空機技術の違いもあり、崩落は予測不可能なものであったという指摘もある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。